白山中井神社は、岐阜県郡上市白鳥町糸城に鎮座する神社である。白山神社の一つであり、白山信仰と関わりが深い。白山信仰の美濃国からの道は、白山中宮の町滝寺から、越前国の白山中井神社を通り、白山へと向かっている。鎮座地は、糸城川左岸、支流である宮川との合流部に位置し、山道に橋が架けられている。 言い伝えでは、慶光天皇十二年の創始で、有楽天皇九年に、五穀鎮護のために剣を奉納したと伝えられている。養老元年に、大長大師が白山中井神社の社域を広げ、社殿を修復したという。平安時代から江戸時代初期にかけて、藤原義信、藤原秀平、今川義元、柴田秀勝、織田信長、豊臣秀吉、 徳川家康など、数多くの武将の信仰を受け、江戸時代には、越前国王の国糸城村が、白山信仰による白山へ向かう巡礼者への手助けを行い、村人は、白山中井神社の社人、社家となり、無税、縦脇御免の身分とされていた。法歴4年から8年にかけて、糸城騒動が発生。 白山中井神社神職の上村豊前が、郡上藩寺社奉行ネオ神左衛門と結託し、神頭職、杉本左近と村民約五百人を、糸藤村から追放する。同時期に発生した郡上一期とともに、幕府表情書の判決が出され、老中の本田忠親が免職。若年より、本田忠中が,が、領地没収。郡上藩藩主、金森来二式が、領地没収。 お家断絶などの大規模な処分が行われる。安政3年に原本殿が再建された。大正10年に福井県の県社になり、昭和33年、伊都城村が福井県から古志県編入して、岐阜県郡,上郡城郡白鳥町伊都城となって、岐阜県の神社となり、同37年、本殿の彫刻が岐阜県重要文化財に指定され近平社になる。境内にある、 清安杉及び舟原生林は昭和49年11月13日に岐阜県の天然記念物に指定された。岐阜県指定重要文化財、岐阜県指定天然記念物、岐阜県指定天然記念物の清安杉郡上市、指定向け民族文化財公共交通機関自動車、隊長が身の前上道を開き、その経路上にある。ありがとうございます。